こんにちは、本舗のナナです。今日はレースクイーンのコスプレに着替えたいと思います。以前ラブホテルの、コスプレ動画撮ったんですけど、その時のレースクイーンとはまたちょっと違ったレースクイーンのコスプレに着替えたいと思います。じゃあまず着ている下着を脱いで、紹介したいと思います。今日のパンツはこんな感じです。なんだ薄いグリーンの、またお花のお花の柄のパンツです。すごい生地が気持ちよくて、ずっと触ってたくなるような生地です。多分サテンの生地だと思います。じゃあ上も脱いでいきたいと思います。はい、上に着てたのはこんな感じのブラです。これめちゃくちゃ漏れます。ノンワイヤーなんですけど、なんかなんだろう、すごく漏れます結構なんか私は漏れるブラとして使ってます。でパンツと同じで、ここがお花の柄がお揃いになってます。かわいい。レースクイーンのコスプレに着替えていきたいと思います。まず下スカートこんな感じで、めっちゃギラギラなんですけど、これを履いていきたいと思います。下が履けました。多分こんな感じで合ってると思うんですけど、めっちゃキラキラですね。すごい。次は上を着ていきたいと思います。上はこちら着ていきます。めちゃめちゃ緩いんですけど大丈夫ですかね。よいしょ、切れました。こんな感じで結構片方がないのですごいスースーします。最後これをつけていきます。ちょっとなんか反対側の腕につけるやつみたいなんですけど、こんな感じですね。切れました。どうでしょうか。なんかすごいギラギラで面白いデザインですね。この片方タイプ初めて着ました。はい、いかがでしたでしょうか。よかったと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。